東京パラリンピックの閉会式が9月5日夜に開かれている。冒頭の演出に登場したある女性の存在が話題になっている。プロジェクションマッピングのようにステージに映し出されたのは、ピンク色の髪をした謎の女性。女性は会場の床を追いつくさんばかりに巨大にクローズアップされた。中継していた NHK でもその正体にはすぐには言及はなく、ツイッターでは誰、などと話題になっている。 この女性の正体はバーチャルモデルの今さんだ。読売新聞などが報じている。今さんは2018年にデビューした、実在しない架空の女性で、CG で作られたバーチャルモデルだ。ピンクのボブヘアが特徴で、インスタグラムのフォロワー数は34万人を誇る。今さんは身長、体重、国籍、それに経歴などは一切不明。フォーブズ、不満のウイメンオブザーヤー、 2020に選ばれたほか、中国では炭酸水飲料のアンバサダーに起用されるなど、国外でもその存在感を高めている。